はい、すいませんでした。今ちょっと延長バグがありました。毎回毎回延長バグがありますね。毎回毎回延長バグがありますが。はい。まあそういうわけで、皆さん、そういうわけで私たちは、心配のない平安な人生、ただただイエス様に期待する、ただただイエス様に期待する。その方に待ち望む。信仰というのは、期待して待ち望むことです。イエス様に期待して待ち望むことです。その待つというのが、信じて待つことです。きっとイエス様が与えてくれる。きっとイエス様が備えてくれる。イエス様には計画があり、備えがあると信じましょう。皆さんの心配を委ねてください。イエス様に皆さんのその備えがあります。皆さんの備えがあります。皆さんの計画があります。信じきりましょうね。信じきりましょう。信じきりましょう。もう恐れなくていいのです。心配しなくていいのです。待ち望みましょう。イエス様に待ち望むのです。もう解放されて、空をわしが飛ぶように、ね、ちょっと青い空をお見せしましょうね。青い空を、ね、わしが飛ぶように、私たちもこの世のしがらみ、この世の心配から解放されて自由に生きようではないでしょうか。心配して生きたって楽しくないじゃないですか。解放されて自由に生きることの方が楽しくありませんか。私たちはイエス様によって、ね、自由に解放されて生きることができるんです。自由に解放されて生きることができるんです。皆さんできるんです。もう心配しなくていいのです。人生ね、悩み人生ではなくて解放人生、介護人生を生きようではないでしょうか。証をね、聞きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて心配しなくなった証。イエス様を信じたら、本当に必要が満たされた証。必要が満たされた証、スタート。本当にイエス様は必要をご存知だった。私の必要をご存知だった。私の必要を満たしてくれた証。私の必要を満たしてくれた証、スタート。スタート。今日は空が綺麗ですね。何も困ることがなくなりました、レイチェルさん。何も困るものがなくなりました。心から悪意をなくしたいと思いました。無駄に生きてるとあっという間に50代。この放送を見て少し救われました。信じてみます。アメン。物事のあらゆる偶像崇拝をやめられたと思うかな。心に愛がなければ、相手の胸に響かない。神を信じて遊戯王を全部捨てた。この世のルールより神様のルールを守ります。アメン。今日起こることに困難が多くても、私は喜びに変えた。イエス様は真理だったんじゃ、と悟りました。言葉がこの放送によってきれいになった。委ねるかもしれません。アメン。神と富、誰も二人の主人に仕えることはできない。
一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか。イエス様を信じると自分の中の悪い考えが消えます。自分のことよりもイエス様のことが大事だと思いました。アメン。自分のことよりもイエス様のことが大事だと分かりました。アメン。イエス様のおかげで人を信じられる気がします。この放送は宗教活動ではないと分かった。イエス様規約が一番大事だと思った。偶像崇拝なので初詣に行かないように決めた。お導きによって日々成長できています。信仰することによって清い体になりたいと思いました。ニートですが、イエス様のおかげでお金に困らなくなりました。半日イエス様の勉強をします。キューちゃんの活動は真理を広める活動と思った。同僚が向こうから連絡してきてくれました、ルーゴさん。この放送を聞いていると心が落ち着きます。これも信仰のおかげでしょうか。その通りです。イエス様のおかげです。この放送は素敵だと思った。ヨシオは毎日楽しそうでいいな。楽しいです。楽しいです。職場でおはようの代わりにハレリアと言うようになりました。ハレリアミニストリーですね。ハレリアミニストリー。ヒゲのハレリアおじさん。ね。ヒゲのハレリアおじさんがハレリアミニストリーをしています。悩む時間を聖書を読む時間にしています。アメン。そうです、皆さん。悩む時間はもったいないです。悩んではいけません。感謝する時間にしましょう。悩むのではなく、悩む時間を感謝する時間に変えましょう。この放送は自分にとっての心の安定剤です。イエス様の喜びを知ってしまいました。イエス様を信じて鳥のように自由になりたいと思いました。血圧が安定してきました。心を騒がせずに、神様を信じて、安心していきたいです。同性愛が治りました。アトピーが治りました。毎日東京の朝日とこの放送を見るのが日課です。
いつもためになる配信ありがとうございます。LTL 協会は人生のガソリンスタンドです。油をの供給ですね。そうです。油が必要なんです。油注ぎが必要なんです。私たちには油注ぎが必要なんです。私の生涯は神のために働くために必要なものだと分かった。アメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もう一度空を見ていただきましょう。私たちには油注ぎが必要です。車にガソリンが必要なように、スマホに電気が必要なように、私たちは神の油注ぎが必要です。神の油注ぎが必要です。皆さん、油を受けてください。油を受けてください。油を受けてください。皆さん、求めるならば与えられます。求めるなら与えられます。油を受けてください。もっとです。もっとです。もっとです。もっと油を受けてください。明日はですね、明日土曜日はですね、いつもはツイキャスの日だったんですけど、すいません、明日は LINE ライブだけなんですね。LINE ライブだけが明日の朝です。で、LINE ライブはですね、私のニコ生の込みですね。ニコ生の込みに貼ってありますので、明日の朝は LINE ライブに来てください。ね。はい。今日の夜はニコ生ですね。今日の夜。そして明日の夜は休みです。明日の夜は休み。そして日曜日は朝10時半。朝10時半、礼拝があります。皆さん、一緒に礼拝しましょうね。一緒に礼拝しましょう。今、12月に入りました。12月の、礼拝が始まります。そして、私たちはリバイバルに向かっています。リバイバルに向かっています。神様が日本を変えます。神様が日本を変えます。皆さん、ぜひ、日本は変わります。日本は変わります。ね、日本は変わります。リバイバルが近いです。リバイバルが近いです。予算の証はもう本当に嬉しいですね。予算の証が嬉しいです。イエス様は予算を変えることができるんですね。予算を変えることができます。皆さんを変えることができます。そして、日本を変えることができます。世界を変えることができます。イエス様は、人の心を変えることができます。そして私たちが今度は、その、イエス様に仕えて、イエス様に仕えて、イエス様の働きをするのです。私たちが、忍耐を持って、伝道します。御言葉を述べ伝えます。そうすると、一人一人が変えられていくのです。尊い働きです。素晴らしい働きです。本当の仕事です。皆さん、本当の仕事。それは、永遠の命に至る、御言葉のために働く。本当の仕事は、十字架の働きです。十字架を述べ伝えること。イエス様を述べ伝えること。これが本当の仕事なんです。本当の仕事なんです。その本当の仕事をするべきです。私は、先週66になりました。本当にあっという間に66です。人生は長いようで短いんです。人生は長いようで短い。その短い人生を何のために生きるんですか？短い人生を
何のために生きるんですか？ゲームのためですか？アニメのためですか？ネットのためですか？いいえいいえ。いいえいいえ。短い人生を。ものすごい価値のあること。ものすごい価値のあることのために生きようではないでしょうか。皆さん、まず私たち、人生の目的を理解する必要があります。私たちには素晴らしい目的があるんだ。素晴らしい目的があるんだ。すべての人が、すべての人がもう熱く熱く生きる目的があるんだ。それを目指すことがとても大事なんです。それを目指すことがとても大事なんです。生きる目的があるんです。生きる目的があるんです。本当の仕事なんです。人を救う仕事、人を変える仕事、神の栄光が表される仕事。皆さん、素晴らしい仕事があるんですよ。素晴らしい仕事があるんです。何も心配しないで、何も恐れないで、その素晴らしい仕事を、第一に求めなさいとあります。神の国と、その義を第一に求め。神の国と、その義を第一に求めよ。明日の心配は無用です。イエス様は皆さんをリクルートしているのです。神の葡萄園のリクルートをしているんです。神の葡萄園。神の葡萄園。神様の仕事。神様の仕事。ぜひ皆さん、人生、本当の意味を知ってください。本当の意味を知ってください。本当の人生の意味、生きる意味を知ってください。生きる意味を知ってください。はい、もう一度綺麗な青い空を見てください。ね、神様が作られた青い空、天国を待ち望むことがするように、天国を期待しなさい。天国に天国があるんだ。天国があるんだ。天国があるんだよ。天国があるんだよ。地獄に行かないで、天国に行きなさい。罪で滅びないで、命を得なさい。命を得なさい。命を得なさい。イエス・キリストを信じる信仰によって命を得なさい。命を得なさい。イエス様がそう言われています。キューちゃんの伝道放送は他の牧師さんよりもカジュアルで、聖書箇所もピンポイントで一番見やすい番組です。ありがとうございます。ありがとうございます。青い空を見るとエネルギーをもらえますね。アメン。そうなんですよ。そうなんです。私たちはイエス・キリストに会って生きているんです。イエス・キリストに会って生きているんです。多くの人は、罪に生きています。神に死んでいます。しかし私たちは罪に死んで神様に生きています。神様に、生きています。イエス・キリストを信じることによって永遠の命を受けます。永遠の命を受けます。その永遠の命によって、永遠の命によって、私たちは神に生きることになります。永遠の命があるんです、皆さん。多くの人は死んで終わりだと思ってますけど、そうじゃないんです。永遠の命があるんです。神様がいるということは、神様は永遠の生きている方です。その神様が永遠の命をくださるんです。永遠に生きている神様が永遠の命をくださるんです。永遠の命を信じるならば、私たちはもう断然人生が変わるんです。死んでしまう人生ではなく、
永遠に生きる人生、なんと素晴らしいでしょうか。それがクリシャの希望です。クリシャの希望、それはパラダイスで永遠に生きる、パラダイスで永遠に生きる、本当なんです、本当なんです、パラダイスで永遠に生きることができます。パラダイスで永遠に生きることができます。それでは、帰り支度しましょう。最後にちょっと見ていただきましょうね。天国に行ってですね、永遠に来たら疲れちゃうんじゃないかと、飽きちゃうんじゃないかという人がいます。それはですね、もし罪があるから疲れるんです。罪があるから飽きるんです。でも、私たちが天国に行った時には罪がないんです。罪がないってことは疲れない、飽きない、ね、もういつもリフレッシュできる。いつも新鮮です。ですから、ね、天国行ってつまんないとか飽きちゃうとか、そういうことはないんです。そういうことはないんです。この地上においてはね、この地上では罪があるから、飽きちゃったり、疲れちゃったり、つまんなかったりするわけです。でも、天国ではそうじゃないんですね。天国ではもういつもハッピー。いつもハッピー。飽きないんです。疲れないんです。ですから、私たちはこの地上から早く天国に行きたいですけど、でも自殺はダメです、ね、自殺したらば天国に行けないかもしれないんですね。天国に行けないかもしれません。ですから自殺しないでください。神様の働きをして、神様の働きをして、神様が、良しとするまで生きる必要があります。神様のために精一杯仕事をして、精一杯仕事をして、それで天国に行くんです。でも、もうしばらくの辛抱です。もうしばらく、このように辛抱して、しばらく辛抱して、神様のその、神様の働きを続けましょう。良い働きを続けましょう。そして、天に宝を蓄えて、天に宝を蓄えて。おはようございます。おはようございます。天に宝を蓄えて、そして、天国に行った時に、あなたはよくやった。さあ、報いを受け取りなさい。あなたは小さなことに忠実だったから、大きなことを任せよう。あなたの報いを受け取りなさい。皆さん、私たちは人生の、人生の結果を受け取るんです。人生の結果を受け取るんです。不信仰で歩んだらば、滅びが待っています。信仰で歩んだらば、素晴らしい永遠の命があるんです。素晴らしい永遠の命を受け取ることができます。皆さんは今、そのチャンスなんです。チャンスなんです。チャンスなんです。
皆さんが永遠の命を受け取ってほしい。永遠の命を受け取ってほしい。永遠の命を受け取ってほしいのです。はい、時間来ましたね。ごめんなさい。では、今日の放送を見て、イエス様を、信じたい。今日の放送を見て、もうこれからは、これからの人生、失敗したり悩んだりする人生じゃ、を変えたい。心配しない人生になりたい。お金のことで悩まない人生になりたい。生活のことで悩みたくない、そういう人生になりたい人、アメンと言ってください。イエス様を信じて、失敗しない人生になりたい方、アメン、言ってください。アメンと言ってください。天のお父様、信じます。あなたが私たちの必要をご存知で、私たちを養ってくださることを信じます。私たちを養ってくれることを信じます。あなたが必要をご存知で、備えがあることを信じます。すべてのことに備えがあることを信じます。どうぞ、アメンと言った方が悩みから解放してください。生活苦から解放してください。お金の悩みから解放してください。自由になりますように。自由になりますように。平安がありますように。平安がありますように。どうぞ、イエス様、解放してください。自由にしてください。自由にしてください。平安にしてください。満たしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。アメン。アメン。明日の朝は、LINE ライブだけですね。明日の朝、LINE ライブだけです。ありがとうございました。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。